アラシャのグランドホテルアラシャ、ポルトガル語、ロシャは、ブラジルのミナスジェライス州の自治体。2018年のアイビージュによる、推定人口は105,083人で、自治体の面積は1,283平方キロメートルで、3.245平方キロメートルが、都市の境界を構成している。市内中心部の標高は973メートル。 自治体で最高標高は1359メートルのセラダボカイナであり、最低点は910メートルのカピバラ川である。2004年の年間平均気温は20.98度だった。年間降水量は1905ミリメートルだった。標高973メートルに位置するアラシャは、湿度の高い亜熱帯気候で、欠片の気候区分では、 クアに属する年間を通じて快適な気候である。年間平均気温は摂氏21度で、平均年間降水量は1550ミ、mm、リメートルで、10から3月の南半球の春から夏の期間に集中的に降り12月と1月は300ミリメートルに、達する6から8月は寒気になりほとんど雨が降らない。アラシャは、 リオグランデ川流域とパラナイバ川流域の二つの大きな水路流域間にある。雨季と寒季で川の変動が激しく水上輸送は行われていない。アラシャには水源を保護するために特別な保護地域がある。アラシャは戦略的な交通の要所で5本の高速道路 BR-262、BR-452、MG-428 BR、 mg-341br-146 が主要都市と連絡している。アラシャ空港がありウベラバベロオリゾンテ、サンパウロとクーロで結ばれている。グランドホテル観光業が発達しており、ブラジルでも有数のホテルであるグランドホテルがある。肥料の生産に不可欠なリン,サン需要の濃縮液の主要な生産地でもあり、ブラジルで最大の単一の カリン産ジオ製造プラントがある。埋蔵量約4億6千万トン。現在の世界需要約500年分の需要を満たす、世界最大のニオブ鉱山がある。AB、ブラジリアンインスティチュート・オブ・ジオグラフィー・スタティスティックス。2019年3月6日閲覧。2018エスティメイツ・オブ・ポピレーション・ハット、プレフィチュラ・デロシア・アーカイブド・ディセンバー21、2008。 アットザウェイバックマシン、ありがとうございます。